どうも皆さんこんにちは、バンでございます。一度レックを開始したはずがレックできていなかったという不祥事がありまして、今私後ろの車が途切れるのを待って出ようと思っています。今日もね、桜の様子を見て回ります。桜巡回おじさんをやります。ここは説明ができないんだけど、なんて言ったらいいんだろう。JA 愛知北って書いてある建物の脇をですね、今、西の方に向かってるのかな。前に YouTube でご紹介したかわからないんですけども、常滑のね、中心部からちょっと外れたところにセラモールっていう焼き物団地みたいなやつがあるんですけど、焼き物祭りの時はそこも会場になったりするんですけども、そこの近くに親の敵みたいに桜がこうブエーッと植わってるところがあって、そこが桜を咲くのを楽しみに待っているんですが、開花具合はどうなのか。今日は2024年4月2日です。あ、この辺りからもうソメイヨシノが、これソメイヨシノかな、若い木だから多分背が低いと思うんですけど、花の感じそうだよね。ここね、ちょこっと分かるよね。ここで多分分断されて一度植えたのに途切れちゃったとかね。あー、こんな感じだね、今ね。ここからしばらくね、何百メートルだか1キロだか、なかなかの勢いで桜が終わっておりますけどね。ここがこれから満開になる感じだね。今一部咲いてるかどうかぐらいだな。ここが満開になるタイミングで撮りに行きたいね。これからどれぐらいで咲くのかな。もう様子は分かりましたね。これ常滑焼団地って書いてあるのがセラモールっていうやつでね、たまにあれですね、焼き物関係で、てか焼き物屋さんがね、お店がいっぱいある。こんな感じだね。よし、これ左行こう。様子が分かった。みんなも様子分かったね。次にこれ常滑中心地側に戻るルートを今、桜は咲いたか。今日気温が20度また超えるというので、革ジャンのなんていうの、内張りみたいなやつを抜いたりして薄めにしてきたんですよ。ズボンも薄い方にしまして、ワークマンのあったかい仕様じゃないですね、見た目一緒なんだけど、にしたらですね、ちょっと寒いですね。そういうのはまあ当たり外れぐらい。でもさ、みんなさ、ダブルの革ジャンってここの2枚のところジャッてなんていうの、チャック閉めちゃえば胸のところが革が二重になるじゃないですか。これ結構あったかいのね。若い頃ね、シングルの革ジャンばっかり着てたからね、知らなかった。ダブルはなんかおっさんの着るもんだろうと思ったら、まあそれだからダブル買ったんだけど、ダブルってこんなにあったかい、あったかいというか、まあバイク乗りにとってのあったかいは風を通さないとほとんど道着だからね。だいぶ風を通さないんだなーっていうのが分かって非常にいい。ここはまっすぐ行くとどこに、パイングやら、あの辺か。次どこ行こうかな。あ、大野城側に行こうかな。大野城見に行こう。大野城、あと城址、城跡。パイングのとこまで行って、このまま交差点、でかいとこ出て右行きゃいいね。復帰したての時はこういう幹線道路あんま出たくないなと思ったけど、さすがに慣れてきたな。まあ、農道と比べるとどっちがリスク高いかっていうとね、怪しいところがあるので、寒い、丈短い、てかハンドルが遠い、広い、寒い、まだ寒い。早く気温をアップ、ほどほどにアップしてください。これからバイクに乗る若い子たちへのアドバイス、その1ですね。バイクの場合は特に周りの車は全員頭がおかしいと思った方がいいです。全員殺しに来てるぐらいの勢いで見ている方が死にません。私の経験上少なくともそうですね。まあ、N1 でしかないですけど、こいつらみんな好きさえあれば俺を殺しに来てるっていう疑心暗鬼で走っていく方がちょうどいいよ。本当にみんな分かってくれるとかいうのは完全に甘えでしかないというか、びっくりするぐらい車って周り見てないからね。車とバイク両方運転する人はやっぱり分かるよね。そこは車って全然周り気にしなくても、車自体の図体がでかいから周りが
勝手に存在に気づくじゃん。そういうのはね、やっぱり特にあのアルファードとかベルファイアとか乗ってる人はその自分の車図体がでかいぞっていうのがもう自分の脳裏にもうなんていうの焼き付いてるから、例えばバイクが周りにいてもね、バイクの方が自分の存在に気づくだろうと思ってるようなやつが結構いるんだよね。そういうのはね、やっぱり人間性の問題なんだけど、どうしても無意識にそうなっちゃうところ人間だから、そこまで加味して自分の安全性を考えていかなきゃいけないんで、考えるとね、信頼しちゃダメだね。全く信頼しちゃダメだね。下手をすると人間不信に陥りがちなバイク活動ですね。寒い。こっち側と向こう側とどっちからでも行けるんだけど、どっちが近いのかな。変なとこで止まんなよ。どんどん減速、ね、この辺の地域の人は曲がる前に様子が分かる。ブレーキ踏んだりとかなんか看板が出てたような気がする。どこだっけ、いつも分かんないんだよね、どこで曲がるのか。あったあったあった、あれだ。左右か。お花のある家っていうね。左右左。さあ、ここが駐輪場でございます。駐輪場はない。どうしよう、この先もう無理。行けるのこれ。あ、これやめといた方が無理無理無理。あ、行けんことないけどね、道があるのは知ってるんだけど、まあやめとこう。ああ、下手なとこに踏み込んじゃったな。よっしゃ、なんとかなる。リッターだったら積んでるよね、これ。よっしゃ、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 よっしゃ。ここ止めといたら。ちょっとシャッと様子見に行こうかな。あ、OK、鍵は取った。さあ、どうでしょうか。こいつは桜っぽいね。あ、散ってるね。あ、もう咲いてたんだな、多分。すでに目がかゆい。2024年4月の2日でございます。お城のね、埃が残っております。このね、反対側なんだよね。桜が植わってると。反対側から来ると、もっと低いところの駐車場から階段をガッツガッツ上がってこなきゃいけないんだけど、こっちの方がだから近いのかな、また。このね、お城を越えてちょっと向こう側に桜ゾーン。この辺はシダゾーンですね。これはこれで結構好き。大野城ですね。まあ、コンクリのあれだけどね。後から作る。この眺め結構好きだな。やっぱ肌寒いんですが、天気はいい。あ、この下ソメイヨシノ。そこの遊歩道でぐるっと回れるんだけど。まだだね。まだだね。つぼみぽっこぽこだね。はあはあ、下側も一応様子だけ見ていこう。いや、ほんとさ、桜の開花情報つってさ、咲いてないですね、がメインだからね、今日。
4月の2日の状態です。4月の2日でソメイヨシノ1割ぐらい咲いてるんで参考にしてください。こっから何日かかかるわね。それが何日ぐらいなのかは皆さん推理して当てていっていただけるといいんじゃないかと。ちなみに今日はここに EM10 マーク4持ってきておりました。カメラバッグの中には S5 初代とシグマ 65mm とかあれこれ入ってるんですけどね。特に何にもだね。俺ここのタイヤ好きだね。なんか知らないけどやたらと撮りたくなる。ちょっと撮ってこう。カラーリングが妙にいいんだよね。さあ度胸 OK かな。えい、これソメイヨシノ常滑エリアは今週末ぐらいがベストなのかな。どうやらどっち行こう。こっちから行くか。どうも今週末あたりがベスト。今週末、そうだね、今日火曜日なんで、4月2日火曜日なので日曜あたりでどうもいいような。白山公園入り口、こっちにも入り口あるの。本当に、あ、本当だ。もうバイク的にはこっちですよね。降りちゃいけないやつね。うわーいいね、ここナイスアパートメント。でもこう結構坂の上だから年を取れば取るほど買い物とかがだんだんね大変になってきても、逆に足腰丈夫になりそうだけどね、こういうとこ住んでた方が。これ行けるのかな。あ、無理です無理です無理です。よいしょ。この下も行っちゃいけない。まあ戻るか。じゃあだいぶ暖かくなってまいりました。助かる。どこにしようかな。最終的にね、いつもうろうろしてるあたりに行けば早咲きの種類の桜があるのは分かっているのでいいんでございますけどね。その前にこっちエリアでもう、あ、ここのまっすぐ突き抜けたとこ行こうかな。正解、青み、正解、あ、正解で青い海と書いて正解、山、団地。ナビを出しておこう。よいしょ。もう11時29分か。早いな。バイク乗ってちょこっと降りて写真撮ってって言ってるとものすごい勢いで時間が過ぎちゃうんだよね。いやー本当に次気づいたら50代突入してるんだろうな俺。 Google ナビ起動しましたね。よいしょ。すぐ行って何かいいものがあるのかよくわかんないんだけど、まっすぐ行ってみよう。デイサービス紀北。紀北？紀北って何のどこの北なんだろう。紀、通り抜けできません。そこをなんとか。城の北なら城北。紀北、ひらがなで書かれるとマジで分かんないね、こういうのって。さすが通り抜けできないロード。
どんどんひらがなにしていけばいいじゃんっていう、引く気に合わせる式のやり方もね、見てるとあるんだけど、あー渋い踏切に当たりましたね。すれ違えない踏切、線路は単線ではないのかな。赤い名鉄、あ、みんな見えないか。赤い電車を見ると今でも、あ、赤いって思うんだよね。まだそういう感覚は馴染みきってないんだかな。見える。これもう海の方に向かってる、西側に向いてるんだけど、もうすぐ海岸線だね。どうしたの？止まるの？これまっすぐ行っちゃおうかな。お寺の境内切るような感じ。ああ神社か。ここも神明社。あ、神明社結構桜咲いてきてるな。ほら、私は車が通り過ぎるのを待っております。OK だね。OK。ここを走っていくと海岸線に出られる。やっぱみんな祭りの時期だからあれこれやってるね。桜咲きかけ。咲きかけだね。だね。ちょっと温暖なのかな、この辺。幼稚園？椿がたくさん咲いています。あかんやんこれ。ちょっと待てよ。海岸線に出らんないな。よいしょ。出らんないけど抜けていくこともできそうなんで、まあこっちから行くか。おや？おやおや？ダメですか？またすがらり。お、草助かる。草のおかげで噛むよちゃんと。マジバイク万歳。右は行けないね。コメントでリッターバイク乗ってるんだけど、やっぱ路地はちょっと入る気ならんなってコメントをくれた人がいてね。わかる。これ 155cc はこういうところのために作られたような乗り台だ。つかあれか、そのこれ以上排気量が大きくなると細かいところに行きたくなくなるというか。こういう感じだね。ここのなんとか駅だ、なんだっけ、西の口駅。西の口駅ということは鬼崎もうちょっと向こうかな。鬼崎名前のインパクトで覚えやすいんだよ。この辺の裏手もちょっといい路地があったような。ちょいちょい桜だけどまだまだだね。この辺は一部も咲いてない。たまに咲いてるなんか紅色のやつもいるな。私の大好きなスナップゾーンです、この辺り。あ、そうだ、この先にね、タヤっていうとこがあってね、タヤ郵便局っていうのが非常に古い建物が残ってるという噂だけ聞いて、車だと行きづらかったので、ちょっとそこ見てみたいな。さあ、
田谷郵便局はですね、新田谷郵便局の裏手にあるはずなんだけど、どっか、一応左手な、あー、ここは一通なんだね。こういうところこそバイクがこちょこちょ行きやすいんで、この先であれ左行けるんか、左入って、あ、さっきのとこに出てきちゃうだけだ。もうちょっと奥から、ちょっと見えないね。右に出て、もっと手前で、危ない危ない。入っていかないといけません。これ、タイヤ郵便局なんで、この先で右に、あ、ここ行けるか。一通じゃないね。よしよし。食屋空きあり。空いてんの？マジで。この辺のはずなんだけどな。最悪もう一周だよね。なくなってる可能性もあるけどね。ああ、このエリアちょっと古いね。鳩桜学生服を中心に、この辺ちょっと撮りてえな。よし。バイクを降りるべ。さあ、見てみよう。一応カメラバッグに S5 を詰め込んできてるんだけどね、全然今んとこ出番がない。 EM10M4 あるとね、この 25mm とのセットあまりにもちょうどよくて、これで済んじゃうところがちょっとあるんでね、済ませたいというか、それは標準価格の魅力なのかもしれないですね。もうちょい先のエリアだね。あれあれ、鳩学生服のところ、ひょっとするとこの辺とかもう旧郵便局を壊して建てちゃったやつかもしれないね、新しいから。今のね、角っこ左行ったところが新郵便局でした。この辺からちょっとなんかどっからが私有地なのかどうなのかって、これ道繋がっちゃってるから裏から来られちゃったんだけど、とこなめあるあるなんでね。はい、で公道からそのまま市道にいつの間にか入ってて、あれって人の家の裏には出ちゃうみたいな、こんなとこあんの初めて知った。てかこれな、要塞新興住宅地って感じだね。メゾネットパーク。はぁ。市役所エリアの住宅地の、あ、ちょっと遠いもんな。なんだ？うちうちワンコだ。かわいいね。この先は普通に新しい家だもんな。新興住宅地だ。あっち回って戻るか。なんかこういうさ、新しい家ほど住んでいる人の願望がそのまま出てるのが面白いっちゃ面白いね。夢のマイホームみたいな、夢のマイホームでその人の夢の形がわかるってことか。なんか大通りっぽい通りに出たけど、これカインズの裏走ってくるとここ出るな。まあ、取るものは何もないね、さすがに。あそこになんか立派なお寺と桜の木が見えるから、ちょっとあそこ行きたい。どう、道は あれか。そしてチェリオの自販機。この辺はね、チェリオいっぱいあるよ。お囃子が聞こえる。なんかあの辺でやってるんだな。
方がとりあえずお寺と桜か何かを見に行く。黄色がいいですね、非常に目立つ。これ多分ドブがあって危ないから黄色に塗っているんだろうね。さあお寺に着いたよ。あ、暑くなってきた。ようやく暑くなってきた。おーすごい、アーチが。おー桜咲いてる。しだれ桜かな。ちょっと撮らせてもらう。この角度からでめちゃめちゃいい感じだな。よっしゃー、出ようか。タヤエリアですね。いや、さっきまで寒い寒いのに今度一気に暑くなってきて、暑い、汗かき始めた。いやー、一人逆サウナ状態に、いや、サウナ的であったりとか温度が足されているからね、暑い。やいやいや、こうして人は少しずつ体が丈夫になっていくに違いない。快適な50代に向けてリハビリだね。いやー、太りはしてないんだけど、中は内臓的にはなんかこう、特に自律神経、いや自律神経と内臓がどうなのか分かんないけどね、体の内部的にはなかなか言うこと聞いていないな。だいぶマシになったけどね、ひどい時期と比べると。やっぱり厄年あたりを中心にひどい目に遭うっていうのはあるあるパターンなんだろうな。やっぱね、路地裏に入るとちょい面白いとこが残ってますね。ただ入ってみないとわからないし、そうは言ってもどんどん古いところは潰して新しくしてますからね、まあしょうがない。住環境の快適さは新しい家に勝てるわけがない。あの近江八幡のやばいぐらい整然とした街並みを見ると、あれはあれでね、住んでる人たちは多分大変だろうしね、お金もかかるでしょ。そのただお家を改築するっていうよりも、あのねラインに揃えてやんなきゃいけないから大変だろうなと思うよ、やっぱり。さあ、これ左行くか。本日2回目原松町交差点を目指します。同じ方向から目指します。ソメイヨシノはあと2、3日は少なくとも満開にはならんね。常滑のこちこちでって言ってるとね、なんか予定が入ってあーってトントン取れずに、また来年ってなるのがいつものパターン。紅葉と一緒だね。紅葉もあ、なんかぼちぼちなのかなって行くと早くて、次行くと終わってるっていうのがパターンでまあ風景をさ、しっかり撮ろうと思うとそれぐらいしつこく取りまくれるのも能力だよね、やっぱね。それも大事なんだなってつくづく思う。根気。今から本日最後のスポット、桜と菜の花と咲いているところに行こうかな。ここやっぱり来てしまう季節の花畑。あ、今なんかいろいろ咲いてるな、桜関係。あ、いろいろ咲いてる、すごいちょうどいい、綺麗。一番手前のこれしだれ桜かなんかだけは咲いてないよね、まだ。多分これからだよね、これからだね。綺麗だね、素晴らしい。ついに S5 の出番が来たな。
こういう風景らしい風景はやっぱフルサイズの方がいいよね。よし、撮っちゃう。これね、今日このカッチのなんだっけ、シンクタンクかな、レトロスペクティブ6かなんかがここにね、縦にスコッて入るのね、ギリギリで。これ45リットルのやつで、こっちに白馬のちっちゃめのやつ、アクションカムとかこれ入れて持ってくるんだけど、ここにスコッと入って、ヘルメットまではごめん入れないって感じだね。革ジャン入れとこう。こうして革ジャンも少しずつ柔らかくっていう感じ。ああ、GoPro も入れとこう。よいしょ。まあね、そうそう盗っといないけどね。ガチャコ。日本の治安は素晴らしい。なんとなく鍵もかけとくって感じでね、ここからちょっと、撮ろう。あれこれ、あれこれ、あれこれ撮れちゃう、素晴らしい。あ、ここもいいなぁ。S ごと、シグマ 65mm がいい仕事しそうだね、ここ。あとね、マクロプラナ 100mm も持ってきてる。素敵。いやー、夢のようだね。というか、冬の間、夢見ていた感じっつうの。非常にいいですね。いやー、気持ちがいい。まあ、空は花粉で霞みまくっておりますけども。さあ、到着取った。ちょっと曇っちゃったしね、もう帰ろう。今日はぐったりします。いや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 、綺麗だった、すごく綺麗だった。しかし何の花かはよく分からなかった。ピクニックに来ていた親子連れの方がですね、さっさっさっと来て、すいません、これ何の花でしょうって聞いてくれたんですけど、すいません、僕も分からないですよ。一緒に笑っちゃった。すぐ行こっかね。この辺りほんとね、なんだかんだカメラ持ってくると飽きないんだよな。飽きずになんだかんだ撮れちゃう、不思議な農村地帯。そう、目立って今みたいに目立って何かがあるわけでもないんだけどね。あら、椿がポコッと咲いているね。すごい木だな、これ。これの先か、下行く先で左曲がって帰ろう。皆さんお付き合いありがとう。またね。